北京市公安局は4月13日、市内の大型ショッピングモールで対テロ訓練を実施しました。訓練では賃金未払いに抗議する労働者をテロリストとみなしています。中共の管制メディア中央電子大は訓練の様子を放送し、ウェブサイトにビデオを掲載しましたが、すぐに削除しました。ビデオの中には、苦労して稼いだお金を払えと書かれたプラカードを持って、 ショッピングモールに入る俳優が映っています。彼はプラカードにあるスローガンを叫び、阻止しようとする警備員をプラカードで殴り倒しました。中央テレビは、ショッピングモールで男が木の棒で警備員を殴打し、混乱を引き起こした。その後、棒と鎮圧用の機材で武装した多数の警備員や公安が駆けつけ、男を制圧したと報じました。昨今の中国では景気低迷の影響もあり、 雇用主が労働者への支払いを遅らせることがよく見られます。中には労働者が1年間も給与が受け取れなかったケースもあります。そのため各地では賃金の支払いを求める抗議活動が多発しています。このような抗議に対して中共は機動隊で対応しています。中国のネットユーザーは抗議者をテロリストに仕立て上げるのは中国ならではのことだと投稿しています。この訓練は 中国の権利擁護者や活動家を牽制するためのものではないかと指摘されています。あるネットユーザーはツイッターに、どこの間抜けがショッピングモールに賃金を求めに行くのか。これはトラブルを起こすな。起こしたら逮捕するぞという人民に向けて威嚇の意味を込めたメッセージだ。ショッピングモールにはちょうど徴収がいるし、と投稿しています。また、言語道断なことだと考える人もいます。給料がもらえないだけでなく、 テロリストにまで分類されてしまう。これでお金を払わないことが合理的になった。NTD ジャパンがお伝えしました。